よし、ドラフト大卒のみでブラントセースやっていきます。7.5 ゲーム差をつけられて、今現状2位というところで、5月で 7.5 ゲーム差はなかなかやばくねえか。昨日の俺はなんでこのダイビングでやめたんだろう。昨日の俺か一昨日の俺か。でも結構接戦になってきてる。交流戦で優勝できるぐらい勝てれば、可能性はあるんではないんでしょうか。いやでも楽天が普通に自滅してる。よー、優勝した。交流戦優勝した。いやこれはいける、いけるぞ。読んでいたのが俺は、昨日の俺はここで勝てること。そして3連敗、そして3連敗と。ピッチャー柳原ここ変えないといけないね。いや大松いくらなら思考の辺行った方がいいか。あとは中継ぎ、よくこの抑えで、よくこの抑えでやってたな、逆に。首位、よくこの抑えで交流戦優勝できたね。見た、俺期待してるんだけどね。外野が弱いな。外野は弱いから尾崎とか上げてみてもいいかな。2番の町田を外して、いや迫田だよな使いたいのは。9番でガンガン振り回してもらおうか。竹下の疲労が溜まってると。内野手がいい感じで育ってるけど外野手が良くないと。4ゲーム差、2ゲーム差、1ゲーム差。でも3位だけど関係ねえ、順位は。優勝か優勝じゃないか、それ以外か。優勝以外は全員最下位って言ってた。昨日あのシェフ1グランプリのなんかやつが言ってた。優勝以外は全部ビリですって言ってた。あのシェフ1グランプリで準優勝したやつが言ってた。ってことはお前もビリじゃんっていう。4ゲーム差、5ゲーム差。お、ちょっと待って。あ、何が緩やかって。あ、衰退速度が緩やかとかあるんだ。そして高橋がノリノリと。ルーキー高橋。思ったより成績、ノリが高くなった。高くなかった、ルーキー高橋。これちょっと竹下外すか。で、上田を DH にするわ。上田 DH にして使って、そうなるとこいつがショートやるしかないんだよな。サードがいないのか。ああ、こうするとショート、サード誰かやる。水島あげようぜ、ショートに。いつまでたっても0割くぶと。
だから俺は0割クボを使い続けるよ。俺はミタを信じてるんだ。あいつが覚醒すると、ここであいつが一気に覚醒するとチームに厚みが増すんだよな。高橋早くも覚醒。いやちょっと勝ちゲームか、ちょっと離されすぎや。12はもう無理だ。シーズンするまでいきます。最終的に 18.5 ゲーム差つけられて4位です。あんだけね交流戦優勝してね、序盤はいい感じだったんですが、最終的にダメでしたということで、まあでも優勝争いできそうな感じにはなってんだよな。本当に5割前後うろちょろしてるんだよな、ここ数年。5割4割7分8厘、4割8分3厘、5割1分4厘、4割8分5厘と、マジで5割から抜け出せていないと。交流戦は優勝と。問題はやっぱ、いやー中継ぎなんだよね。中継ぎが 5.41 ってマジで終わってるんだよ。中継ぎがいかんせんねー、ダメなんですよね。チーム防御率もまあよくはないけど、これ中継ぎが完全に足引っ張ってる。だって先発2位だもん。オリックスは先発がやばくて中継ぎがいいけど、逆なんだよな。うちは野手は下から2番目と。蛇行だね、全体的に。 OPS815 だもんね、セーブ。蛇行の中、うちはその波に乗れてないんだよ。だから先発陣は頑張ってると。あ、成績見てねえや。上原ベストナイン、相川ベストナイン。あ、沢村氏上原だ。最多勝と最多奪三振が取ってないけど。あ、登板25、完投13、勝利15、勝率5、投球イニング205、奪三振161。奪三振低くね、結構。まあ、上原が頑張ったということで、これ、上原 FA するんじゃない？これ、上原 FA したらマジで終わるよ、うちのチーム。いや、終わった。なんで、野々垣。野々垣はもう、なんでそんなことするの？なんでそんなことするの？上原の成績は見れませんと。いやー、200イニングの沢村賞エースが消えるとめちゃめちゃきついでしょ。でも意外とね、こういう選手が抜けるときって勝ったりするんだよね。200イニング抜けるのやばくね。で、前剣がおらんくなってカープは優勝したんだよ。強こいつ、石本。前剣がいなくなってもカープは優勝したんだ。上原がいなくなってもうちは優勝できるのか。2割6分、クリーン25本85だって。アスリートタイプだよね、相川は。打って走って。上田はなぜか FA しないと。川口は神。ささやき戦術とキャッチャー A をね組み合わせて、しかも CC だし。川口ね、もっと上位でもいいかもしれないな。川口が上位を打つような打線じゃダメなんだよ。もっと頑張っていかないと、こいつら。特に竹下、近沢あたりが。高橋は打席あんま立ってないけど頑張った。OPS1 超え。迫田と根本が全く同じだな。同じような成績だな。長打型の根本か、出塁型の迫田か。上原の穴を誰かで埋めるんじゃない、みんなで埋めるしかないんだ、上原の穴は。一人一人じゃない、一人じゃなくてもみんなで。そのためにはいいスカウト。このこいつら消えてくれ。CC 軍団消えてくれ。お、SA、奥原来た。あ、でも年俸が下がってる。活躍ができてないからかな。石本420万、かわいそう。この辺はみんな420万なんだよな。
完全にもう育った選手には払うけども、こいつは絶対出てかれたくないってやつは、今こいつを育って相川だっけ、俺が急に3000、2億払ったやつ、そういう選手がいない今のところ。石本ぐらいか。石本が出てかれると今切っても、中継ぎってね、この年活躍したから次の年活躍するとも限らないんだよね。1億払わ、じゃでも別にお金に困ってはないんだからね、払ってもいいでしょ。竹下衰退期でしょ、もう払うとしたら上田ぐらいか。あ、上田でも出てかれると困るね。ちょっと上田に2億、とうとう上田420万、 13年目にして年俸2億円です。万世だからね、まだ衰えないでしょ。35歳かこいつ。ちょ、もういいや、いつ衰えるかわからんこいつは。420万です。2億にするか420万にするか悩んだけど420万です。いつ衰えるかわからんやつにそんな金、大金は払えない。うちは58人、結構枠パンパンか。衰退期の選手を基本的にクビにしていきますか。宮部はもういっか。中込みピッチャー足りねえしね、4点台でも貴重なんだよ、うちでは。中継ぎもいないけどね、白石は使わないか。平下も厳しい、勝も厳しいね。福原はもうダメだ。でも一応対左要員の特納要員として残しておきましょう。杉浦がね、天性選手の割に活躍しない。まあそりゃそうなんだよね。逃げ玉リリース、一応得のようになるからね。まあ枠もパンパンじゃないから、そこまでクビにしなくていいかな。でこっち留学させよう。威圧感、威圧感打線にするわ。最強打撃コーチが留学したらさらに最強になりますよ。ゴッドオブ福留、福留打撃コーチはマジでね、最強なんだよ。パワープロの阿部ヒパーヒモチってやばくない。いやー、平松158キロ。おお、いた、久保田。ああ、うちの足りない抑えに。ありがとう久保田。これ来るならもう野手に転生来て、来なくてほしいんだよね。どっち取るか悩むもん。それか高卒の転生で票集まれ、ね、平松正治におそらく集まるで票は。1位票はカミソリシュートよ。カミソリシュート、カミソリシュートオリジナル球種よ。しかもまだ19歳で若い。絶対そっち取れって。俺は久保取るから。久保田123。うわ、この久保田なんで平松と同じなの。この久保田はマジで引きたい。お願い。いやー、もうくじ運使ってるから、しょうもないところでくじ運使ってるからなんだよな。そんなとこでくじ運を使ってちゃ引けませんと。もう草のなぎ、なかなかいいのピッチャーでしょ。あー、中継ぎ藤井の微妙じゃない。藤野にドラ1はなかなか微妙。てか、いねえ。ドラ1候補がいねえ。あー、3球種の増田行くか。実質転生増田みたいなもんでしょ。今日するな。もうこれはもう、俺は
選ばない。逆に次当たるんじゃない、来年ここまで外すと来年次当たる可能性が大いにあるんじゃないか。158、カタログスペックで言うとドラフト1位クラスでしょ。158キロは、俺ドラ1で富士の取るのめちゃめちゃ微妙でしょ。かといって草薙も微妙だよな。富士の取るか、もうなんかもしかしたらめっちゃ強いかもしれないしね。で、したら取って、あ、草薙取られたわ。キャッチャー取っといてもいいよね。新座と両打ち、外野が弱いんだよな。だから正直今から素材型を指名してるようじゃダメなんだよ。もう優勝を狙えるところまで来てるんだから。158キロ取れ、取られてる。カタログスペックはやっぱりね、ドラ1候補なんでね、もう入りのでも取ってみるか。もうでも取る意味あるかと、こんな選手を。数打ち当たる戦法でいく。スローカーブとストレートしか投げれないけど、いいのかこんな選手で。伸びあるし取っとくか。いやー序盤じゃん、選手の取り方が序盤なんだけど。マジでいい選手がいない。最近ドラフトしょっぱくね、たまたまか。弾道さん、弾道さんっていうだけで取るからね。それだけを今取るのは、理由は、それ以外の理由は特にありません。藤野、設楽、入野、入江、宇佐美獲得と。もう機材ガンガン振って育成するしかないね。藤野、あれ騙し吸収と書いてね。せっかくドラ1だったのに、併殺、三振、チャンスいい。あ、スローカーブ悪くないね。ああ、あれ玉、意外と甲斐の方が得能が悪くないと。で、どこ行ったんだっけ、うちの久保田は。いやー久保田惜しかったな。うちならもうそこ抑えよ久保田。なあ、うちにいたらやっぱ90登板ぐらいさせてあげるのにね、久保田に100イニング以上投げさせてあげるんだけどな。楽天じゃそんな投げれないでしょ。でも球史にね、名を残したいでしょ久保田も。佐々木朗希、野々垣、これでよく FA しようと思ったね。でもソフトバンクから、まさかのソフトバンク DeNA からオファーと。そして上原は広島と西武とオリックスと。な、少なくね、 2.34、 15勝6敗よ。俺がめっちゃ頑張って育ったんだけどね、上原、浩二、上原。恩はないのか。でもホークが意外と微妙な選手になっちゃったね。なんか個人全体的に上原なんかちょっと弱くない？リアル上原の方が強くね。コントロール、スタミナ A はいいけど、球速ちょっと遅いし、フォークあんま落ちないし、スライダーが意外と曲がるっていうね。俺の知ってる上原とちょっと違うんだけど。吉信2回目の FA だ。なんだこいつ、3割30本。うちにいた時3割30本1回目ってことなかったんじゃないの。上原はオリックス。パリーグか。
できればセリーグに行ってほしかったんだけどね。いや上原の後もう補強もできてないし、補強もできてないってか補強はできないんだけど、ドラフト以外で。今作ね外国人がめちゃめちゃ強いんだよ。だから外国人を使えないっていうのはなかなかきつい。ショートの後釜は必要。いややっぱ打てる選手だな。パワーがある打てる選手を育成するか。それか中継ぎ陣、長崎を圧倒的抑えにするか。西澤、西澤、長崎留学させるわ。で長崎を守護神にする、真の抑えにする。でもレベル10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 よ、もうレベル10&レベル10。それでも5億6千万残るからね。キャンプ終わりました。衰えてますが、異例が進化を覚えてくれましたと。上原の抜けた穴は痛いですね。柳原で大松も衰えてきてるしね。先発陣も入れ替える季節じゃないってなると、野田ちょっとやっぱ弱くなるよね。北林も衰退期だし、で抑え問題もあるんで、まあ、とりあえずこいつらにやってもらって、どうせ交代交代だし。近沢、根本、上田、平下はもう厳しいね。相川でもあげたい。DH で近沢使って根本セカンドにする。サード見たね。サード待ちだな。1番2番3番4番5番6番7番8番9番。とりあえずこれでいこうかな。近沢1番で DH6 を。疲労が結構溜まりやすいんで、DH で使いながら、まあ上田とかもおそらく多分疲労溜まってくるから、もうベテランだし、上田、お、3連勝いいね。オープン戦3連勝と。上田とかとかも入れ替えながら、DH は入れ替えながら、休憩枠みたいな、休養枠みたいな感じでメジャーみたいな使い方をしていこうかなというふうに思いますと。オリックスもね、吉田正尚が今、不調じゃなければ、DH は休養枠だもんね。ということで今日は終わりましょう。バイバイ、さよなら。